こんにちは。こんにちは。こんにちは。似顔絵の時、慎吾さんいないよ。嘘って言って。これもいつも通りですよ。どんどん後回しにされてる。そうっすね。僕、ダリスさんの化粧水、乳液使ってます。可愛い車っすね。本当っすか。ありがとうございます。よく言われます。よく言われます。そうなんですよ。だいたい家からどんくらい着くんですか。家からそのまんま来たら10分ぐらいですかね。20分かからないぐらいで。今日たまたまかもしれないですけど、はい、信号めっちゃ引っかかって、あ、そうなん、全部の信号引っかかったぐらい引っかかって、めっちゃ時間かかりました。加藤さんの練習前ルーティンで密着させてもらうんですけど、はいはい、お願いします。普段通りやってもらったらいいですか。わかりました。普段通り、もう普段通りもう歩いてます。ケアみたいな何分ぐらいするんですか、トータルで。練習前はトータルで考えたらどうすかね、20分から30分ぐらいですかね。ああ、そうなんですね。だいたい練習前とかはもうトレーニングとかをやってきてるんで、はい、そんぐらいの時間があれば準備できるって感じですかね。これ今何の用意してるんですか。これはいつも練習前とか試合前とか必ず足湯をしてて、足湯をしてて、まあ、この時期、その寒い時期、はい、まあ、必ずちょっと足湯をしてて、まあ、理由としては、まあ、着替え予防ですね。はいはいはい。でまず足をやっぱ温めると、はい、体全体こう温かくなるっていうか、まあ、そういう効果もあるんで、まあ、僕はちょっとこの寒い時期は足湯をしてからこう練習とかするようにしてます。へえ、はい、おお、そうです。こうやって足湯をして。面白いっすね。そうなんですよ。で足首まで、足首の上ぐらいまで深いね。そうっす、浸かるようにしてて、だから僕はまあ足首捻挫何回もしてきて、本当に痛い思い何回もしてるんで、はい、もうしたくないなっていうところも込めて、やっぱ温めるようにしてますね。はいはい。で足の裏に刺激を入れるためにちょっとこうゴルフボールでゴリゴリしながら歯を飲みます。ありがとうございます。何撮ってんの。今日あれです。どういう何撮って。練習のルーティン撮影です。歯を磨くところ。磨いてください。磨いてる時、慎吾さんいないよ。おざます。今日はどうやったら肩幅できるか。みんなここら辺でもう練習前の準備、各自たくさんのところでチューブ使って。大丈夫か。可愛い靴下履いて、おっさん、うちの外国人選手はまず初めに来た時にみんなにこうやってハイタッチしてくれる。はい、TV ショット？スーパースター、スーパースター。
スーパースター。ファニーガイ。ファッションマスター。You and Tatsu。これもいつも通りですよ。次誰ですかって話して予約してるのにどんどん後回しされる。そうだ、本当この後カズキの後だった。呼んでくれない。いやもうトレーナー目線ここに俺。いやなんかバッシュ履くときとかにこだわってるポイントとかあるんですか？いやーめっちゃこだわってるスターですけど、こう一個一個紐伸ばすじゃないですか、こう、はい、引っ張るじゃないですか。こう引っ張るごとに足の指とか動かしてこうちゃんとフィットしてるかっていうところを、はい、自分なりのしっくりくるところでこう探してますね。あお疲れ様です。疲れました。今日も疲れましたよ。バチバチですよ。ね。バチバチですよ。本当にお疲れです。よいしょ。練習終わったんで、これからシャワー浴びます。じゃあシャワー行きますか。普段あれですか、はい、シャワーの時はボディーソープとかシャンプーはしないです。あ、しないんですね。湯冷めが怖くて、あ、頭まではちょっと湯冷めするからっていうので、洗顔、やっぱ顔疲れるんで、マスクやったら、はいはいはい、すっきりしたり、さっぱりしたり、まあ、そうですね、練習終わりやった方がさっぱりするっすね、はい、洗顔します。じゃあちょっと、行ってきます。はい、映しちゃダメですか？映しちゃダメです。さっぱりしました。お疲れ様です。手洗ってから始めるんですか？そうですね、手洗うんですね、一回手洗って綺麗にしてからって感じですね。手の汚れ
ついたまま顔触るの嫌じゃないですか。確かに。やっぱ化粧水とかこだわって使ってるんですか。そうっすね、僕ナリスさんの化粧水使ってます。普段やってるようにちょっと見せてもらっていいですか。はい、本当。あ、もうコットンの挟み方があるんですね、手のまずはこれです。ポンク黄色い、ちょっと黄色い、はいはい。これはどういうものなんですか。これは、まあ、毛穴の汚れ、はい、やっぱ詰まってるんで、はい、まあ、これをやることによって、まあ、その毛穴の汚れだったり肌のだらつき、はい、とかをすごい取ってくれるんで、ほんとやるだけでツルツルします肌が。あ、洗顔してなんかその残った赤みたいなのを取るみたいな。そうですね、なんか洗顔だけじゃ取りきれないっていうか、はい。あ、こう順番とかなんかあるんですね。こだわってる、こだわってますね。そうですね、半分分けて、はい。あ、ちょっとこっちから、はい、半分分けてから顔を半分分けて、はい、まあ、半分ずつやってるんですけど、まあ、下から上にこう上げるようにやってます、はいはいはい。まあ、鼻筋とかは下になるんですけど、とりあえず今コンク終わりました。どんな感じですか。終わった。いや、もうツルツルっすよ。確かに、はい、ちょ、こっち見てもらっていいですか。ヒゲがちょっとね、まだ青いんですけど、ツルツルっすね、テカってる感じ。そうなんですよ。次いいっす。こちら、化粧水いきます。これはさっきと同じ手順でやるんですか。なんかそうね、手順は一緒っすね。これもコットン使うんで、はい、まあ、500円玉ぐらいですかね。はい、ちょっと大きいぐらいで出して、でこれはさっきはこうなじましたんですけど、はいはい、叩くっていう。ああ、よくそれはなんか聞きますね。感じですね。でもやり方は一緒です。上、下から上に、はいはいはい、やって、まあ、叩くっていう、叩いてなじましてあげて、はいはいはい、裏返して、これどんな感じになるんですか、使った後。めちゃめちゃ浸透するんですよ。肌が水分補給するみたいな。おお、例えば肌がごくごく飲んでますみたいな感じなるほど、はい、分かりやすく言うと肌もやっぱ乾いて乾燥とかしてるとやっぱ良くないんで、本当これをやってあげるだけで浸透して肌の水分補給ですよね。うまいですね。飲んでくれてます。じゃあ次蓋していきます、ミルクで。ああ、なるほど、はい、保湿ってことですか。はい、これで最後仕上げで、やっぱこれやるのと悩んだら全然違うんで、ね、それどんくらい出すんですか、量で言ったら。これ大体1円玉ぐらいで。ああ、はい、さっき500円玉でしたよね。そうですね、500円玉ぐらいの大きさでこの化粧水は入れたんですけど、はい、まあ乳液に関しては、まあそうですね、1円玉ぐらい、このぐらいですかね。ああ、はいはいはい、はい、これをこう、まあ4等分みたいにするんですけど、はいはいはい、まあ、こう持って帰っちゃうんですけど、はいはい、まあ、大体イメージ4等分ぐらいのイメージで、はい、分けて、ね、雨のとこ、まず置いてあげて。ああ、なるほど、はい、分けて、分けてちょっと置く、はいはいはい、はい、まあ、あとはもっとなじらしていくんですけど。ああ、これも下から上に徐々にって感じですね。そうっすね、下から上になじましてあげる。どんな感じになるんですか。いや、もうこれはね、まあ、触んないのかないですけど、わかりますか。ああ、はいはいはい、もっちもちっす。はいはいはい、弾力が
弾力が違いますか。そうっすね、もうほんともちもちになります。しかもこれ何がいいってずっともちもちなんですよ、はいはいはい、今やったから今だけもちもちじゃなくて、これさえやっとけばもうとりあえず次顔洗うとか、はいはい、何かこう汗かくとか、はい、そういうことが起きなければずっともちもちなんで。長いってことですね。長いです。本当にこれ大事で、こんなとこですかね。やっぱなんかちょっとあれですね、こだわりというか変わってる、変わってるっていうか珍しいですよね。だと思いますよ。こだわりも強いと多分思われますし、はい、これをぐらいになったと、ね、思うし、間違いないです。まあ悪く言ったら癖が強いと。まあそうですね。なかなか足湯とかないっすもんね。なかなかないです。ないっすよね。足湯から始まって最後ちゃんと肌にケアをして、して終わる。筋肉のケアとかじゃなくて、肌のケアで最後終わります。お疲れ様です。今日も一日、今日も一日ありがとうございます。ではまた、はい、明日も変わらないルーティンですけども、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。